リック・サントラム、リチャード・ジョン・サントラム、リチャード・ジョン、リック・サントレム、1958年5月10日帯は、アメリカの政治家。連邦下院議員、1991年から1995年、連邦上院議員、ペンシルベニア州選出、1995年から2007年。所属政党は、共和党。元上院共和党協議会議長。 2001年から2007年、愛称のリックで呼ばれるのが一般的である。熱心なカトリックの信者で、エリザベス、ジョン、ダニエル、サラマリア、ピーター、パトリック、イザベラ、4男のガブリエル・マイケルは生まれすぐに亡くなった。の7人の子供の父親でもある。2012年大統領共和党予備選挙で一時は、主囲を脅かす勢いを示した。 1958年にバージニア州ウィンチェスターでイタリア系米国人の父アルド・サントラムとイタリア系とアイルランド系の血を引く母キャサリンとの間で生まれウェストバージニア州とペンシルベニア州バトラー軍で育つ。両親はペンシルベニア州バトラーにあるアメリカ合衆国退役軍人賞場の病院に勤めていた。後にサントラム一家はイリノイ州マンデレインに引っ越し、 彼はイリノイ州の高校を卒業。1980年にペンシルベニア州立大学で政治学を学び学士号を取得。1981年にピッツバーグ大学で MBA を取得した。大学在籍中に彼は上院議員に出馬するジョン・ハインツ3世のボランティアとして働き、政治に関わるようになる。その後、ペンシルベニア州の上院議員。 ドイル・コーマンの管理アシスタントを務む、また1981年から84年までは、ペンシルベニア州上院の地方行政委員会と、同州上院交通委員会のディレクターも務めた。並行して、ペンシルベニア州立大学ディッキンソン法律学校で、法学を学び、1986年に卒業すると、ピッツバーグにて、弁護士業を始め、法律事務所に4年間務めた。 その間の受任事件で、彼は、プロレス団体 WWE、当時、WWF を代表して、プロレスはスポーツではないという理由で、プロレスラーは、アナボリックステロイド、筋肉増強剤使用についての連邦規制から、除外されるべきであると主張した。そして、当時、法律事務所の下記インターンを募集している際に、ピッツバーグ大学の法学生であったカレンガーアバーと、出会い、 後に結婚した。1990年に、ペンシルベニア18区から下院選に立候補。対抗馬の民主党現職、ハリスを報道を破り、32歳で下院議員に当選する。1992年には7つのギャングのメンバーとして、連邦下院銀行スキャンダルでの犯人を告発することにより、議会の腐敗を一掃するために動いた。下院議員を期務めた後、 1994年に上院に出馬し当選し、2期務めた。94年の選挙で彼は、選挙スローガン、Join the Fight を合言葉に、農家の納屋を選挙パーティーや演説するための場所にしたりし、この納屋は彼の政治広告に使用したりした。また、1996年当時、妊娠中絶規制法案に対するビル・クリントン、 大統領の拒否権行使について批判していたが、10月、妻のカレンが、妊娠20週目で、子宮内感染により、摂氏41度近くまで発熱する要態となる。医師は、早産させなければ彼女は死ぬ可能性があると、警告した。新生児の生存の見込みのない分娩は中絶と、同義ではないかとサントラムが逡巡するうちに、10月11日、妻のカレンは、分娩に入り、 男児の赤ちゃんは生まれて2時間後、先天性欠損症により死んでしまう。その子はガブリエル・マイケルと名付けられた。その後、サントラムは毛布でガブリエルの遺体を包み、すぐに埋葬せず、妻カレンの家に運び、家族全員でガブリエルと2時間過ごし、プライベートミサをして、最後の別れを悲しんだ。その後、妻のカレンはガブリエルを妊娠して、 生むまでを手紙として書き、その手紙を元にした体験本ガブリエルへの手紙、デターズツゲーブリエルという本を出している。2001年にジョージ・ブッシュが大統領に就任すると、上院共和党のナンバー3にあたる上院共和党会議議長に42歳で就任。ブッシュの側近として政権の多くの政策に賛成票を投じた。 共和党の中でも特に保守的であり、妊娠中絶や同性婚に反対しており、同性婚を禁止するための憲法修正案を提出した。やがて保守派のホープとして、ジョージアレンダと並んで2008年大統領選挙における共和党の有力候補とも目されるようになっていった。だがそうした保守的な言動ゆえ、共和党への逆風化で行われた2006年上院選では、 当初から参戦が危ぶ生まれていた。ペンシルベニア州は過去2回の大統領選でも最後まで大接戦が演じられており、有権者の中道志向が極めて高い。そのため彼のような騎士を鮮明にした保守派は苦しい立場にある。一時は民主党の対立候補に20ポイント以上の差をつけられ、8月には巻き返して6ポイントまで差を縮めたが、 最終的には落選してしまった。この選挙ではアレンも出現問題が原因で落選しており、共和党にとっては痛手だった。落選後に2008年、アメリカ合衆国大統領選挙への出馬を否定。予備選ではミッド・ロムニー前マサチューセッツ州知事を支持していた。また、2010年に予定されているペンシルベニア州の知事選に立候補するとの憶測も囁かれていたが、 結局出馬せずトム・コーベット州司法長官を推薦した。コーベットはその後当選した。2011年4月に地元ペンシルベニア州にて2012年の大統領選挙に出馬することを宣言した。彼は家族重視、妊娠中絶や同性愛者の結婚の反対、財政保守など保守的な政策を主張し、経済の回復の兆しが見えないバラクオバマ。 大統領の経済政策を批判した。だが、他の共和党候補者と比べると出馬したのが遅かったためか、遅れをとっており、一部の州を除いて、支持率が伸び悩んでいた。支持率は、共和党候補者の8人中、7位の低い順位だった。しかし、重要州である、アイオワ州の党員集会前に、保守派の支持のため、アイオワ州の 全99軍を積極的に2週間連続で行った遊説などが効いて、12月にアイオワ州の保守派で最も影響力を持つザ・ファミリーリーダーの CEO で元知事候補2008年大統領選挙でのマイク、ハッカビー候補のアイオワ州勝利の立役者でもあるや、アイオワファミリーポリシーセンター、アイフプックのリーダーであるチャック・ハーレー。 アイオワ州の国務長官マットシュルツラをはじめ、同州の保守派をものや団体がサントラムを支持した。その結果、放末候補だったが、アイオワ州での支持率も、ミッド・ロムニー25、25%、ロン・ポール22、22%、ディック・サントラム16、16%、ニュート・ギングリッジ14、14%と3位に支持率が急上昇した。2012年1月3日に行われた。 アイオワ州党員集会の投票結果で、サントラムは1位のロムニーに続き、発表差で2位に付け付く大前線を見せた、19日に最終形の結果、ロムニーより34票を上回っていることが判明し、サントラムの勝利と修正された。ニューハンプシャー州予備選では4位に終わったが、南部サウスカロライナ州では3位であった。また、1月14日に保守系団体が乱立する。 保守系候補を一本化にするため、サントラムを一本化にして支持しようと、150人余りが、テキサス州で会合が開かれ、非営利団体、ファミリー、リサーチカウンセル、FRC のトニー・パキンス代表は、サウスカロライナの結果に影響を与えるものと期待すると強調していた。他のサントラムの支持者には、フォーカス・オン・ザ・ファミリーのジェームス・ドブソン、フロリダ州家族政策審議会、 f f p c のジョンステンバーガー、ウィスコンシン州の保守系実業家、ホスタンフリース、スパイ小説作家ブラッドソー、保守派、トークショーのホストグレンベックらがいる。その後、首位のロングニーが2位のサントラムの3倍弱の大議員を獲得する中、3歳の娘が先天性の疾患により入院した直後の4月10日に選挙活動の停止を表明した。 これによりロムニーの共和党指名獲得は確実になったとされたが、サントラムは1ヶ月近く態度を明らかにせず、サントラムと共に保守系候補と目されたギングリッチも撤退した後の5月7日によく、ロムニー支持を表明した。2015年5月、2016年、アメリカ合衆国大統領選挙への出馬を表明し、勤労者世帯は、 大きな政府や大きなマネーと結びついた大統領を再び必要とはしていないとして中間層への政策を重視すると得た。2016年2月3日、2016年アメリカ合衆国大統領選挙からの撤退と同選挙におけるマルコルビオ上院議員への支持を表明する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。